やみな、おはようございます。土日を挟んでテストなんてありえない。そう、それはね、本当に思う。なんで土日挟んでテストなの？勉強しなきゃなんないじゃんね、そこだけ。もう先生と学校ってなんでこういうこと分かってないかね。よし、じゃあ行きましょう。コメントを読んでいるのか疑問に思ってる方がいたんで、コメントを返しておきました。読んでおります。まあ確かに不安、最近ね、コメント欄に俺現れないんですよ。まあちょっと忙しいっていうのはあるんだけど、コメントを返すとね、平気で4時間とか経ってるので。やばいでしょ、コメント返してて4時間って。びっくりだよね。で、ここで、まあまあ後で言おうかな、後で言います。俺、あ、やばい、待って、ラク、私も行くわよ。ごめん、小咲ちゃんのこと私だって心配だもの。ちょっと話が、振り返るラク様も素敵ですわ。素敵だろ。誰だっけ。やべ、マリカの名前が出てこなかった。遠野たり様子見てくるわと。おせっかいかもしれないけど、やっぱ心配で、血時計がこう言って言ってます。私も参ります。素人相手に気は済みませんが、万が一の時はお役に立ちましょう。ごめん、今タペストリーが落ちましたね。やっぱダメかな、タペストリーな。ツイッター見てる方はわかると思うんだけど、今部屋を改造しててね、タペストリーとかポスターを貼りまくってんのよ。で、ちょっとやっぱ粘着性が足りないというか、紐掛けしないんですよね。なんかガムみたいなやつでくっつけてんのね。リスナーさんに教えてもらったやつなんだけど、もうそれがね、あと今ね、首が痛くて。なかなか声が出てませんが、よろしくお願いします。若干いつもより低いのかなと、テンションも低いのかなと思いますが、よろしく。俺も女の子にばっかいい格好させられないっしょ。さあ、行きましたね。小野寺だ。小野寺、穴なんかちっちゃくなってる。でもやっぱり、え、ラッキー、ちゃんと声も聞こえるじゃん。待てシュー、お前は本当に、静かに頼む。小野寺さん、いや、よく聞こえない。もうちょっと近づかなきゃ。僕には君が必要なんだ。君が必要だと。お前、男子生徒なんてこと言ってんだ。ガチの告白じゃねえか。ラクの気持ちすっげえわかる。驚いたわ、本当に告白だったのね。待て、ルリちゃん、お前本当にって、まさか適当に言ったんじゃねえだろうな。宮本、まさかさっきの適当だったのか。あんな自信満々に熱弁振るってたじゃねえか。しー、もう静かに。僕の元に来てほしいんだ。頼む。なんてこと言うんだ。でも大丈夫だ、小野寺の顔よく見てみろ。若干困り眉毛してるから。うラク、うの次なんだ。小野寺はどう答えるんだ。あー、くそー、どうする、どうできる。畜生マヨラ、どんな答えが出たとしても小野寺の決断を応援してやるんだ。私、やばい、ドキドキしてきた。ごめんなさい。あ、よかった。今断ったのか。そっか、ラク、よかったな。って振られてるやつを見てホッとするって。男としてどうなんだ。いや、でも好きな子がさね。一条ラク、どうしたんだ。顔が青ざめたり赤くなったりしているが、完全にヤバいやつじゃないかこれ。いや、気にしないでくれ。どうしても無理なのか。君に断られたら僕は。おい、待て、男子生徒、お前そんなめめしくていいのか。え、おい、待て、めめしいじゃないの。いや、これでさ、情に流されて付き合う小野寺じゃねえと俺は思ってるよ。ああ、分かってる、そんなこと分かってるんだけど、若干汗かいてるからね今。冷や汗が止まんねえ。いえ、でも小野寺困ってんじゃねえか。そうだぞ、なんであいつ潔く身を引いてやらねえんだよ。そう、男らしく、ここはね、分かったって言って引くのが男ですよ。なかなかしぶといね。男の風上にも向けないやつめ。お嬢、成敗してもよろしいですか。成敗はまずいぞ。ああ、いや、おい、待て、ちゃんと言おう。いや、俺が行ってくる、ダメだ、全然かっこよくなかった。あ、ちょっと、ラク、かまもんか。おい、お前、男なら潔く身を引いてやれよ。
小野寺が困ってんだろ。あれ、困らせてしまいました。そんなことは。いえ、本当のことを言うと少し困ってるかもしれないです。よかった、一瞬空気が凍ったよね今。そうですか、困らせるつもりはなかったんですが。わかりました、今回は諦めます。ですが、いつでもお待ちしておりますので。あ、はい、本当にごめんなさい。いや、モテるって辛いな。言ったか。やっとなんか、ね、一大事が終わった感じだねこれ。小野寺、大丈夫だったか。え、うん、ちゃんとお断りできたし。でもなんだか先輩に悪いことしちゃった。あれ、これ俺悪い。せっかく言ってくれたのに。え、いや、いいよな、大丈夫だよな。そんなことないよ。いやいや、付き合うことなんてないし。そう、やっぱり好きな人と付き合わないと意味ないじゃない。そうなんですよ、最近ね、まあ最近かわかんないけどね、昨今の世の中好きでもないのに付き合う人たちがいるんですよ。もう俺はそれに納得がいかない。好きじゃないのに付き合ってねえ、何がいいんですか。そんなことを言ってたらね、運20年僕はギャルゲーしかやることがなくなってしまいましたね。どうもクンヒロでございます。え、ああ、そうだね。そうだよ、ちゃんと好きな人と付き合ってもらおう。小野寺とかね、好きな人にはなおさら好きな人と付き合ってもらいたい。でも別に先輩のこと特別嫌いじゃないよ。何？ただ私正直ああいうことには向かないんじゃないかなって思って。どういうことだ？それに家の手伝いも委員会だってあるし、うん、そう思うと難しいかなって。忙しいってことだよな。うん？家の手伝い？どういうことだ？委員会？え？やべえぞちょっと待って、違う汗が出てきた。ちょっと待った、あのさ、小野寺、告白されてたんだよな。何？一条くん、念のため確認なんだけどさ、今さっき先輩から告白されてたよな。告白？やばい、小野寺の顔がまたボンバーマンになってる。ええ？ちょっと待って、これは完全に俺ハヤトっちったんじゃないか。違うよ、今のは生徒会の先輩で、人手が足りないから手伝ってもらえないかって言われただけだよ。やっちまった。え、あ、そうだったの。なんだ、じゃあ心配することなかったのね。いや待て、ちとげ軽いな俺が大事に至らなくて何よりです。って待てよ、俺さっき勘違いしてすんげえ恥ずかしいこと言っちまったような。でも一条くん、なんでそんな勘違いしたの。わあ、小咲ちゃんのキラーパス来た。え、それはさて、何事もなかったようだし下に戻ろうか。なんていう、もうお前のことこれから名探偵シューっていうわ。そうしましょう、舞子くんと同意見なのは不本意だけど。そんな照れないでよルリちゃん。ふんちとげちゃんも行きましょう。そうね、ロク先行ってるわよ。気を使ってくれたのか、それともめんどくさい説明を俺に押し付けたのか。どっちにしてもなんとか小野寺を納得させねえと。よし来た、これだよこれね、指でタッチイベント。一条くん、どうして私が告白されてるって思ったの。そうだな、いや、それは先輩が真剣だったから。なるほど、確かに先輩すごく一生懸命だったもんね。でもそれだけで告白って思っちゃうなんて。一条くんも意外とおっちょこちょいなんだね。あれ、でも何？それにしてもどうして追ってきたの。知らないふりだってできたのに。いや、知らないふりになってできるか。でもなんでってなるよね。ありがとう一条くん、優しいんだね。
でも、どうしてそこまでしてくれるの？確信をついについてくるか。いやいやいや、あー、オンデラのことが好きだから。いや違う、ない、心配だった。もう来た、オンデラ落ちた。そっか、心配だったんだ。当たり前だろ。一条くん、心配性だね。ここなんか熱いね。やったやった。こんなにごめんな、おせっかいなことしてることも重々承知してたけど、もし何かあったら嫌だったからさ。そうだよな、うん、なんかすげえ嬉しそう。俺も嬉しくなっちゃった今。おせっかいなんてそんなこと思わないよ。そのありがとう、先輩のことを止めようとしてくれたんだよね。ただの勘違いだったけどな。後で先輩に詫び入れに行くわ。失礼なこと言っちまった。ううん、私嬉しかった。え、あ、うん、その本当にありがとう。すごく嬉しかった。なんだこの笑顔。この笑顔100万ボルト。OMT や OMT。 小野寺たんマジ天使。楽の気持ちにすげえわかる。一条くん、鼻血ブー。うわ、しまった、嬉しすぎて鼻血が。大変、これティッシュ使って。おお、ポケティテ、ポケティゲット。ああすまん。ああ、何をやってるんだ俺は、こんな大事な時に。あれよ、ロデラ、ちょっとだけ横になる。あ、うん、ちょっとそのまま待ってて。楽しもう。ん？おお、おかえり。おお、濡れタオル、顔に当てて。ちょっと待って、これはどういうシチュエーションなんだ？膝枕？いや、違うよな。俺が倒れてて、オノデラが走って寄ってきたから膝枕ではないはず。いやいやいや、待ってよ、もうね、何が言いたいかというとね、言っていいですか。最近ですね、まあ、自撮りを、まあ、いろんな SNS がね、盛んになってきて、自撮りをね、上げる人が多いじゃないですか。で、自撮りを上げる上で、可愛く見せるポイント。そう、こっちのね、上、斜め、左ぐらいから、写真撮ると、なんかね、可愛くなるらしいんですよ。俺はやったことないから知らないけど。でもね、下から撮るとね、めっちゃ不細工になるらしいの。どんだけ可愛い子でも。でも、小野寺って、今下から見てるじゃん。このアングルでも、可愛い。要するに何が言いたいかわかるか？小野寺は可愛い。やべ、言葉が貧弱すぎて。要するに小野寺は可愛い。うん。これ、こういうことでしょ。ありがとう。これは、やばい。興奮して。わかる、その興奮わかる。あれ？血が止まらない。大丈夫？ラクの反応が面白いぞこれ。大丈夫大丈夫、こうしてれば多分。本当に？もう、ずっと鼻血出していたい。じゃあ血が止まるまでここにいるね。一生止まんねえよこれ。ラクのシーン、血液足らなくなるやつなんだっけ、出血多量。神様ありがとう。告白って聞いた時はビビったけど、今日はラッキーな一日だぜ。神様ありがとう、告白って聞いた時はビビったけど、今日はラッキーな。無理やりだな、出血さえしなければな。楽しい楽しいよ、偽恋楽しいよ俺。ん、電話か。え、小野寺から。来たー、小野寺から。嘘でしょ。もしもし、一条くん、小野寺です。あ、もしもし、楽ですけど。おう、どうしたんだ。もし都合悪かったら全然断ってくれていいんだけど、実は今度の土曜日、一条くんにまたバイトをお願いしたいの。これイベントかな。そう、バイトっていいんですよ、小野寺のね。部屋見れるしね、春ちゃんは、まあ、この作品の中ではまだ出てこないんだけど。バイトって小野寺の実家の？うん、和菓
子作りの手伝いなんだけど。おそんなことならいつでも大歓迎だぜ。本当によかった、すごく助かるよ。一条くんに頼めるとすごく安心だから。もうこれさ、あれ俺だったらもう舞い上がって告白しちゃうよこれ。だってもう小野寺さんこれもすごく安心だからってねえ、好きって言ってると変わんないぞ。そっか、そう言ってもらえて嬉しいよ。もちろんだよ。あーなんだこの沈黙、なんか初々しいな。これが青春なのかね。花沢さんと今俺青春してる気分ですげえ幸せですわ。なんか声だけだと相手がどんな顔してるかわかんないから緊張するね。そうだな。じゃあこれで。またね一条くん。おまたな小野寺。多分俺今ので今年の運使い切ったわ。もう運が使い切りすぎてすっからかんだな。だってさっきはさね、あんないい角度で小野寺見れて、え小野寺抱っこできて、もうはいはい、え起きますよ。もうなんかこの現実に戻される感やだ。翌日のどうせ お玉だろ。朝食の準備すっか。あ、なんもなかった。でもまだ朝のイベントがあるからな。あ、なかった。あ、そうだ、じゃあまあちょうどいいので言っておきましょうかね。今ここがなぜ小野寺のあの水色マークになっていないか説明させていただきたいと思います。まあ、あのみんなの期待を裏切るようで申し訳ないんだけども、裏切った形になってしまって申し訳ないんだけども、今のさっきのイベント実は、初見じゃありません。え、嘘でしょ、どう考えても初見の反応だったじゃんって思った方は、ぜひ高評価を押しておいてください。ですね、自分ですね、ツイッターに演奏動画をたまに上げるんですけども、30秒の、マイクを抜かないと撮れないんですよ。でマイクを抜いてですね、でそのまま録画を、しました。でそしたら22分ぐらい独り言をずっと喋ってたんですよ。まあ俺ねよくあるんだけど、これ本当にねトラブルの時も何回もあったんだけど。なので本当にごめん、今のとこ初見じゃないんだ。ただ一晩、寝てってか投稿が遅れたのはそのせいです。一晩寝て記憶を抹消して、今のとこを振り返りましたね。だからなんか、ね、せっかく初見でみんなと楽しもうと思ってたのに、なんかごめんね。でも俺の中では初見だったからさ、許してくれ。じゃあここも行きましょう。多分ここも同じイベントだと思うんですよ。でもよかった、同じイベントでね。今日の体育はリレーか、うんうんうん、そうだ、正直かったるいな。いやいやいやね。何を言っているのだね、楽くん。楽くん何を言ってるんだよ。そう、体育と言ったらもう女子じゃないですかね。白い体操服はいろいろと透かすんですよ。何言ってんだ。リレーって言ってもただのリレーではない、男女混合リレーだよ。今日一番のメインイベントではないか。メインディッシュだね。なんかさ、週のこのテンション聞いてると本当に友達になりたいと心から思うね。もう楽くんひろ週でここに出たい。絶対俺はね、いいノリいけるから、ここにこの2人のね友達なら。ただバトン渡して回るだけだろ、相手が男でも女でも別に大した差はねえだろう。何言ってんだよ本当に。このメンバーを見てください。果たしてそうかな。何じゃじゃーん、一条くんも B チーム。小野寺もしかして俺と一緒のチーム。そうみたいね。およろしく宮本も。ここ、いやでも宮本でよかった。やる気出てきた。単純だな、男ってバカだな。ね、ありがとう、しね、やる気満々だぜ。うむ、走る順番はルリちゃん、俺、小野寺、楽でいいかな、なんとなくだけど。このなんとなくがもう神采配。俺アンカー。いやいや、待て、小野寺にバトン渡してもらえるんだぞ。私バトン渡すの苦手なんだ、うまく渡せるかな。
じゃあ練習すればいいじゃない。一条くんとペアになって。え、来たー。小野寺、こっちはいつでも OK だぜ。あ、はい。じゃあ行くね。小野寺スタイルいいな。細いな。小野寺が近づいてくる。はい、バトンだよ一条くん。ああ、よし完璧。うまいじゃん小野寺。これならうまくいきそうだね。なになになに小崎、 あんたはどうしてこういう時だけ器用にやっちゃうのよ。あれか、ルリちゃんの作戦的には不器用だからバトン渡す時にちょっと手触れちゃうとか、足つまずいてラックにドーンとぶつかるとか。あー、その展開欲しかったな。おっと、もう本番か。ルリちゃんは練習できなかったけど大丈夫？ビビった、今なんかケツ蹴られるかと思った俺。このネタ通用する人いるかな。ピッピー、クンヒロアウトみたいな。大丈夫よ、あなたこそしっかりバトン受け取ってちょうだい。それ以外には何も求めないわ。もうちょっと求めてくれていいのに。ルリちゃん、トップバッター頑張ってね。ええ、それじゃあ行ってくるわ。ルリちゃんはもう早いですからね。ルリちゃん頑張って。すごい、5チーム中2位だよ。おお、すげえ。次はシュウか。ああ、あいつやっぱ早えな。おお、1位になりやがった。シュウって思いのほか何でもできるやつなんじゃねえの。あ、本当だ。なんだか私緊張してきちゃったかも。大丈夫、俺がついてる。そんな緊張することないって。頼りねえかもしんねえけど、後ろには俺もいるしよ。なんかこういうとこがイケメンなんだよな。ありがとう、頼りなくなんてないよ。なんだって、聞こえなかったな。よく、よし、もう行かなきゃ。私頑張ってくるからね。頑張れ小野寺。ああ、俺もすぐ行く。ふう、久しぶりに本気で走ったわ。バトン小崎に渡ったわね。頑張って走ってるけど、やっぱり抜かれちまってるな。踏ん張れ小野寺。出番のようね一条くん。お、じゃあ行ってくれ。来た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 。オルデラ、もう少しだ。頑張れ頑張れ。ごめんね一条くん。任せろ。おりゃー、これはやる気出るわ。これはやる気出るって。ラク、頑張れ。男の見せ所だぞ。一条くん、せいぜい頑張れ。ほら、あんたも行っていいのよ。一条くん、これはやべえな。これは小野寺のせい。頑張れラクーン。頑張って一条くん。やべえ、これは一条ラク男になるとき来たな。やべえ、もうなんか後ろからシュイン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 ってのが聞こえてくるもん。なんかサイエンジンの音聞こえてくる。ガール。ラク、お前ほんといいキャラしてんな。大好きだわ。ラクの反応面白いね。ドホーン、怒涛の追い上げで一着に。すごいよ一条くん。すごいじゃん。すごいよ、お疲れ様。いや、もう全然余裕だから。またラク死ぬんじゃねえかこれ。瀕死に見えるけど、気のせいだろ。いやいや、どうして、さすがはラクだよ一条くん。私の分まで頑張ってくれて本当にありがとう。ああ、全然だぜ。小野寺もお疲れだ。いやー、いいイベントだった。よう喋ったな今日俺。めっちゃ喋ったよ。こんな喋ったパートあるか。喋りすぎかな、ちょっと。なんかもう、なんて言うんだろう、ニセ恋2回目っていうのもあるし、ね、まあ実況に慣れてるっていうのもあるんだけど、昔よりはね。昔はもっとね、喋らなかったはずよ、俺。まあ喋りすぎっていうね、まだコメントは来てませんが、ね、まあ、正直ね、リスナー、もう元からいるリスナーさんに、喋りすぎって言われたら、抑えなきゃいけない時だなって思うんですよ。
言葉数的にね。でたまに初見で来て喋りすぎっていう方は何人かいるんだけど、まあそういう人たちの意見はまああんま聞かないのね俺聞かない理由っていうのは、あのその方たち結構なんかなんていうんだろうな、まあ、アニメとかだと思って来てたりとかするんですよね。なので一人で静かに聞きたいなっていう人だと思うんですよ。まあそういう人たちはぜひ購入してくださいっていつもね、まあなんていうんだろうな、報告、警告、注意事項みたいな感じじゃないんだけど、まあ、できればね、プレイ動画を上げないようにはしてるんですよね。その買う意味がなくなってしまうので、こういうゲーム直されたけど。だからね、少しでも、その、俺のことを邪魔だと思ってくれれば、買ってくれるきっかけになるかなと思ってね、別に邪魔してる実況じゃないんだけどさ、純粋に俺が楽しいんでみんなと共有してるっていうね、ただの自己判断だけど。まあ、そういうことなんでね、まあ、まあコメント見て、そういうコメントがね、いや、ないと思うけどね、今回はまだ。別に書けって言ってるわけじゃないからね。はい、それでは次のパートもよろしくお願いします。もう順調にね、小野寺ルート行っていきたいと思います。またマイクミスがないように気をつけますんで。今回は本当に申し訳ない。それでは次のパートもよろしく。バイバイ。